ペンリールの最新シリーズバトル G チューンのご紹介です。最大の特徴はこの卓越したドラグ性能にあります。細いラインで大物を釣ることに価値を見出すアメリカの釣り人はもともとドラグ性能に厳しいのですが、中でもこのドラグの、必要な分だけ出て止まるときには止まるというシルキーなドラグは日本製の中で、高級リールの中にもなかなかない技術です。しかも価格は1万円台から、2万円台と抜群のコストパフォーマンスです。ギアラボはオリジナルに、ジギングに最適な5000番以上は G チューンモデルとしてラウンドノブを装備しました。これがアメリカ国内で売られている、ノーマルのノブです。というあのラグビーボールのようなんですね。で、ギアラボの、オリジナルのノブが、これです。これは堅牢なメタルボディで、最新設計で海の釣りにも最適です。マグロやヒラマサの重荷にも対応します。この、メタルボディっていうのはそのシャフトが回ろうとした時に周りの躯体がしっかりしているということでかなりの信頼性があります。実調の動画をぜひご覧ください。ビギナーが2人映っていますが、大物のヒラマサと、ブリを、うまくランディングしています。ペンといえばスピンフィッシャーやスラマーといった日本でも古くから馴染みのモデルがありますが、このバトルは今までのイメージとは全く違うデザインで最新鋭の釣りに対応していて強固な作りで安心した釣りができています。まず、大きさは一番小さい2000番、3000番、4000番、そしてこれが5000番です。で、7000番で、これが、一番大きな8000番です。この7つを、ラインナップしています。で、ハンドルは簡単に、右左変えることができます。例えば、3000番クラスは、1つ点屋に最高のリールになりますし、近海ジギングにはこの5000番クラスが、一番楽しめるサイズでしょう。で、実際に竿に装着しますと、リアヘビーバランスになってますんで、例えばジギングですとジャークを続けててもこう持つ手が非常に疲れないという設計になっています。バトルの最大の魅力はやっぱりドラグ性能です。アメリカブランドのリールはドラグ性能が良いものが多いです。特にこのバトルのドラグはシルキーかつスムーズで実に気持ちのいい出方をします。出始めの引っかかりなどは全くありません。カックンドラグとか、そういうものはないです。しかも止まるときにはピタッと止まって、魚の強烈な引きに負けてドラグが出っ放しになるということも全くありません。例えばこうです。今ここに、ドラグチェッカーをセットしています。かなり強めです。で、これは今、バトル5000に、つけてます。これを引っ張ります。で、もう引っ張りますとこういう滑らか出方をします。で、今の数字が約10キロです。これだけのドラグ性能ならこれまで取れなかった大物も、取れるようになる可能性が出てきます。例えば普通 P3 号のラインで使うところであれば P を2号にして 1.5 号であれば1号で捨ててみてください。キャスティングは夜より遠くに飛びますし、ジギングや点矢は底取りが非常に楽になります。何より潮に流されず当たりはより明確です。バトルのドラグは日本製の最高級リールもなかなか見られない性能でしょう。ギアラボのペンバトル G チューンです。